まあ、キング頼みなのも良くないんだけどさ、でもキングボンビーがなんだかんだ多分一番効率よくあいつらをぶっ潰せると思うんだよね。というわけで、はーい。悪魔ちゃん、行ってらっしゃい。かわいいねー。6200億ちょっと奪おうか。とりあえずちょっと、ちょうだい。うん、とりあえず気持ちちょうだい。はい、ありがとうございます。はい。2000億、1039億、779億。うん、まあまあまあ、十分でしょう。まあ、4000億手元にあれば結構何でもできるでしょう。でだ。で、まあ、これは一旦いいとして、カードはあんのもいいんだけどな。変身してほしいな。キング来ないかね。あ、結構割ってる。いいね、いいね。いや、キング来ないかな。マジで。ね、キング来てくれたらいいんだけどね。特に赤はね、もう物件が、うわーお。あ、捨てんだ。使えばいいのに。何よ。はぁ、あ。あ、はい。1000億ぐらい金が入るのかな、つまり。あ、謎に1件買っとこう。ボーナス取りがいいとこなかったわ。したらね、そう、こいつこいつこいつ。あ、てかもう切れたか。3年って早いな。それも使っとくか、じゃあ。ね、急にやること増えたな。でもタロとジロいないでしょ、今。ね。12人。あ、でも、こいつの方が今厄介なのか。そうか。あの黄色をやってたのは、タロとジロの動きを封印するためだったもんね。で、それも、南極はもう潰したからお前だわ。オッケー。こっちの方が多分厄介だな。したら貧乏神が気絶するっていうか、なんていうんだ、あれもないもんね。貧乏神がいなくなっちゃうパティもないから。したら、これで安心してあいつをぶっ潰せるわけだ。うんうんうん。いいねいいね。まあ、とりあえずこれでいいでしょう。まだあるね。オッケー。1、ナイス。これですね。とりあえずこれですね。で、ゴーラツ飛びも本当はダビングしたいけど、ゴーラツ飛びのダビング800億って書いてたね。まあまあ別に800億より高い物件奪えばいいんだけど、全然。一応見る。なんかいいのがあるなら、そっちの方がいいからね。ワルシャワ、ウィーン。全部微妙だな。ないな、特に。じゃあお前。すっごい売られてるね。まあまあそれはいいや。とりあえず、まあ、結構早いとこ序盤、年の序盤でね、なんかやっておいた方が本当は良かったんだけど、まあ間に合わなかったからしょうがない。バチ当たりが一番期間長いから、いろいろ動き始めたらバチ当たりにした方がいいと思うんだよね。まあそれまではまあこんなんでいいや。シティ軍地も十分半年ぐらい持ってくれるから、半年、まあ3、4ヶ月は持ってくれるよね、言うて。なんかいろいろ売ってるけど、なんで？なんで？なんで？その動きは何？全然わかんねえわ。結果ワンサイで動いたのと変わらんやん、果たして。うん、これなんもねえや。なんかいい引きしたいな、じゃあせめて。あー、いや、いらねえ。剛速球の方が良かったな、それなら下の。剛速球良かったな、それならな。全然変身しないしね、ほんで、こいつがね、もう、キングにカード引くしかないかもな、真面目に。キングにカード引かないと、こいつら全然変身しないもん、こいつカスだから。マジで頼むわ、そろそろ変身してもいいと思うんだよね。ほんで、やっぱ、佐久間相手だと変身しないんだよな、貧乏神が。これが一番厄介だよ、これ、ほんと。まあ、大体こんなもんかな。大体ちょっと見ましたけど、しれっと。さらーっとね、ちょっとしれっと、さらーっと、まあ、やんわりーとも見たんですけど、なんかでもやっぱね、さっきの、所定のさ、1年目のさ、あったじゃん。なんか、一気に捨てられたやつ、キングに。あれによってね、なんか、1000億超えの物件がね、もうほとんど存在してないんですよね。30件捨てられてるからさ、あいつ、しれっとさ。だから、それによってね、結構もうね、盗めるもんがほとんどなくなっちゃってるんですよ。だから、独占してる場所はね、もうね、ほら、こうやって、高くて500億とかなんだよね。だから、まあ、正直、あんまり、ゴーラツ飛びがもうね、機能してない。まあ、してないってことはないけど、一応自分なりに調べた結果、10箇所ぐらいかな、取る価値がありそうなのは。意外とでも、そんぐらいしかもうないんですよね。そう、少ないんですよ。で、309分の、だから、本当に確率低いんだよな。
300分の10だから30分の1でしょ。だから 3% ぐらいにしかそいつら出てきてくれないんだよね。だまあ実質だからまあねえって考えた方がいい。実質ね。したらどうしようかな。結局な気がする。結局ベビーキャラが強いと思う。何が強いですかって言われたら多分ベビーキャラが強い。本当はね、坊主とかがあった方がね、二人一気にやれて楽なんだけど、まあ命中率がでもベルキラよりか圧倒的に低いけどね。まあ、それにしてもだけどな。もう死ぬほどどうでもいいっすね。はい。驚くほどどうでもいいっす。いや、とにかくキングにカード欲しいな、こうなってきたらな。やめる3400億でしょ。ちょっともったいないから決算後にしようかな。ありがとう。ちょっとごめんね。呼び出しといて悪いね。クコ扉ないな。なんか、見てみるか。ここなんか強かった気がするな、コロンボって。一応ゴーラスト分見る。いや、どうしようかな。でも、あれはもっと来たい。よね。超音速ぐらいもっと来たいよね。超音速持つか。そうだよね。持つならここだった気がする。ここは売ってるね。まあ、バッチ当たりもあるから、まあ、行ったのはなんとかなると思うけど、とりあえず空港飛びいらない。これは絶対いらない。そんなことしてるターンはない。OK。これだな。で、どうしようかな。まだなんかあったな。どうだろう。何がしたいって言われたら、もうね、あいつの潰すが多分一番早いんですよ。で、潰すには、キングボンビーが必要なんですよ。だキング2カードが必要だから、ぶっちゃけカード駅に止まるが俺が今一番やんなきゃいけないことなんだよね。はっきり言って。一番やらないといけないことはそれ。スキンゼルカードとかそれの時の、こう、応用じゃないけど、まあ、利用できるものって感じだよね。貧乏神だとね、ダメージが全然ないからな。これ何かしらとにかく変身してもらうしかないんだよ。キングになってもらう以外にもうね、あいつらをこう、圧倒的に潰せる手段ってのはやっぱないんだよね、なかなかね。とにかくそれがきつい。とは思う。いやー、てか、多分みんなはね、もっとね、もう、何、パッパと勝てよって思ってると思うんだけど、なかなかそうもいかないんだよね。やっぱ。むずいんだよ、とにかく。いやー、もうちょっとなんか派手なの期待してくれてると思うんだけどね、ほんと。なかなかそうもいかないんですよ、これが。なんかこいつらがそう、いいカード引けばいいんだけどな、ちょっとは。そうも言ってらんないしね。あいつはまあちょっと決算後にベビーキャラしましょうか。危ねえな。結構俺これ忘れがちなんだよな。うんち消えましたっていう報告で、あってなるんだよね、結構ね。はい。ガス欠食らったけど、ガス欠は一体として、あ、連帯保証人か。あ、なるほどね。連帯保証人で俺が死ぬって言ってもあんのか。あえて。なるほど。まあ、それも確かにいいかもしんない。奪っとこうかな。いいな。確かに、それ。それいいな。確かに、いいな、それ。連帯保証人いいな。したら、もう死にかけてるから、どうせガス欠。あ、でもどうだ。ガス欠は、もう超音速いっか、じゃあ、そうなってきたら。一旦ね。一旦だからね。ただ今、とにかくね、まず愛縁だったら、まずベビーキラーでこいつの金吸い取るでしょ、ある程度。行ってまず絶対それ。そう、まず行ってそれ。で、それやったら、ライトニング使って、ゴーダストビを使える状態に戻す。ゴーダストビを使える状態に戻して、じゃないかな。まあ、あいつが一気に金使うことはないんだろうけど、何分すられる可能性もあるからね。とにかくそこも怖いから、かなぁ。2位になっとる！しれっと2位になってる。順位上がったな、初めて。あ、オッケー。まあ、でも、筋金、とにかく、筋金を増やしたいからな。赤が、いや、赤潰れてほしいんだけどな。全然変身しねえんだよ、貧乏神。よし。とりあえず、まあ、まずベビーキラーで吸おう。で、金がある方から吸った方が本当はいいんだけど、1位なのは金ないこっちなんだよね。ただ、5000億は、2000億違うとちょっとな、ビビキラの額が全然違うからな。オッケー、当たった。よかった。結構連続で攻撃するとね、このゲームね、命中率下がるからね。オッケー。まあ、これでいいでしょう。いやー、これね、親って言ってほしいな、親って。頼むわ。いやー、言わねえんだよ、こいつが。本当に変身しないんですよね。なんでかな、マジで。びっくりするぐらい変身しないのよね、こいつ。なんででしょうか。とりあえずまた2000億これで増えたでしょ。
うん、それ金がある。こっからでもあの山頂差をひっくり返さないといけないからな俺は。ベビーキュラーライトニング、あれそう、これを使える状態にしないといけないんだね、ガスケツ食らったから。まあライトニングでしょう、したら一旦ね。うん、ガスケツやっぱうざいな。で、そう、ここにあるんですよ、もうここにあるの知ってるから、もうこれでいい、これでいい、これでいい。で、したらこれで星飛びかなんかで、はい、OK、 星飛びかなんかで移動できるようになる。星飛びとゴーダス飛びが移動できるようになる。うん、でまあそれでまあなんか物件奪えたらラッキーぐらいかな。物件奪うもでかいけど、まあ、でもとにかく急行系が今ないから、手元に急行系は欲しいところやんね。うん、もうそれでもうんちも消えるよな。いろいろね、考えないといけないからね、めちゃくちゃ大変なんですよね、実はこれ。クイーンズタウンは妨害特化系売り場だったっけ、確か。いやー、この部屋でも売れられないよね、売れないよね。UFO 肩流りぐらいは持っておくべきだと思う。肩流りで足を調達すればいいか、こいつから、こいつからねこいつからね。いやー、全然こいつ変身しねえ、マジで貧乏神が。なんでだろう、驚くほど変身しないんですけど、どういうことですかね。な、佐久間だからってこと。そういうところが世間だよな。あー、こいつライトニングしか持ってねえ。これでしかカードの手持ちが見れないの、うぜえな。こいつらだってカード使わねえんだもん目的地潰してる間さ。でもガチミンそろそろ変身しても全然悪くない時期だよね。もうね、7年経ってんだし。ん、何よ、ロサンゼルス、ロサンゼルス、めんどくせえな。あ、消えてる、しゃあない、撃とう。間違ったらいいね、やっぱこれ使い勝手いいわ。ちょ、変身してくれマジで、そろそろガチで頼む。いや、ほんと死ね。変身する確率って確か16分の1とかだよね。2年に1回ぐらいは変身するぐらいのペースのはずなんだけどな。もう5年は変身してないよね。参ったな、変身しねえもんな。いや、していいと思うんだけど、そろそろガチで、うん、ガチでそろそろしていいと思うんだけど。なんだかな、なんだかな、本当になんだかなって感じだよ、本当に。もう参っちゃうね、本当に。うん、変身しないね、本当変身しないね、あなた。いや、もうしていいでしょ、そろそろガチで。とりあえず枠開けで1枚使おう。ナイスカード駅とかあればいいんだけどな。まあさすがにないよね。してユンチも本当は持っておかないとだよね。どう見てもないもんな、こんな感じな。ジェットとか今更もらったところでな、意味ないからね。なんや、プレゼント交換、シャッフルとかそういうことだとしたらマジでうざいんだけど。だが、落ち糸以外。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ん、あ、物件をくれたんだ。こいつが物件をくれたってこと。はーん、ちょっとよくわかんないな。いや、やっぱこれキングにカードを引くしかないかもしんねえな、もうな。カード引き続けるのもなんか違う気がするしな。いいよそれで、もう一旦お前失っとけ。いやー、これでキング来たら完璧なのにな。ほんとせめてなんかバラマキでもいいからさ、変身してくんないかな、ほんとね。せめて、ほんとせめて変身してくんないかな。キングに、キングにか、まあ、キングにでもいいわ。なんか俺が引くでもいいわ。あのバチあたりいつまで持つんだろうっつうか、もうそれやばいよね。多分そろそろ買っといた方がいいな。指定運賃ぐらい持っておこう。うん、オッケー、よし。やっぱジェットいらないから、はい。これで、もう指定うんち買っておこう。よし、まあ、こんぐらい持っとけばいいでしょう。お前はくたばれ。いや、これで親って来てくれたらいいんだけどなー。いや、ほんと来ねえ、マジで。おぉ、そっか、チンギスハンもいんのか。なかなかのうざさだな。チンギスハンか。
確かにそこのうざいは取っておくべきか。いやこれもうなんか本当にあれしかないかもしんねえ、キングニカール引くしかないかもしんねえってレベルになってきてんな、マジで。いやでもさすがにそれは嫌だ。さすがに嫌だなそれはな。はい、ビビキラ持っとこう。持っとくけどさ、いや持っとくけどだよこれ。なんでなんでそれはもう意味がわかんない。なんで一番ありえんやんそれは。なんでな、ちょいちょいなんかこいつ頭おかしいことするよね。なんで俺こんなやつに苦戦してんのかよくわかんないんだけど、本当に。追加するか。今年でも何もしてないぞ。いやーどうしよう、今年何もしてないぞ。でお前はなんでそっちに行ったの本当に、それだけが謎なんだけど。で動かねえしなこいつ本当に。いやこいつマジで何なんだろう、本当にうぜえ。やべえマジで貧乏神うぜえ。あいつがさちっとも変身しねえんだもんだって1ミリも。え5年変身してないってさすがにでしょ。作間補正があるにしたってだわ。もうちょっとなんかあるんでしょうよ。ちょっとひどいな、ちょっとひどいな、ちょっとさすがにな、ちょっとひどいわ。いやちょっとひどいな。